しいことしかないけど、そういうものを入れて、はい、これは若い人でやりそうなことだ。そうですか。ちょっと面白いね、いろんな点でやっぱり。まあ、いいじゃないですか、これね。あ、これがいろいろ入っているから物を言ってますからね、人物は小さくても画面としてはうまくまとまってますけどね、こっちの表現がちょっといいですね、背後の方光の取り方があるよ。あまり説明的でなくてね、人物以外のところはね、ちょっと幻想的にちょっと抽象的にしてあるから、まあ、あの画面としては面白いと思います。これをもっと大きく見たらね、どうせ現実じゃないんだから、これはちょっとこの先にちょっともっとこれが大きいの、大きいぐらいでもいい、これは愛犬ですね。はい、ああ柴犬だ。まあ日が差し込んでね、いい気持ちだね。ここになんか遊び道具があるね。まあ、あのまとめ方は面白いと思います。影をね、うまい切って強く出してね。これは何かなんだ、このあの暗い暗さは。向こうに何かあるのか。こっちからこうに来ないところはね、不思議だね。何かちょっと反射して、あ、そうですか。あ、ここが反射してるんです。これはいい具合に入ったね。あんまり目立たなくね。これをもっとあの大きくね、画面に入れてもいいね。ここのところが難しいからね。でもこの陰影をうまく使った、これは現実的なんですけど、これはかなり幻想的で、いろんなことをやり、書き分けるんですね。いろいろ調整をしていいのか。まあこういうのもいいです。影を強く使って、ちょっとね、あの、アイデアとしては面白いと思います。別にこう目を塞いでてね、眠ってる感じでしょ。まあ、これから楽しみですね。いろいろやってみて。